はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田大、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはサントリースピリッツより10月30日から全国で期間限定新発売したマイナス196度、ストロングゼロダブルオレンジ、こちらをご紹介したいと思います。ストロングゼロはね、食事に合う缶チューハイとして多くのお客様からご支持いただいている、アルコール度数高めの飲み応えとしっかりとした果実感が特徴の商品ですけども、今回ご紹介するのは昨年発売しご好評いただいたダブルオレンジを限定発売してと思います。さあ、まずね、このパッケージ、この2018年というね、限定というところでもう今年しかのパッケージとなっております。アルコール度数は 9%、強い飲み応え、しっかり果実感、食事に合うというこのストロングのうまさとなっております。そしてアルコール分は 9%、 54キロカロリーとなっております。炭水化物は 0.3 から 0.8 グラムとなっております。では飲みたいと思います。透明ですかね、ちょっとまあ濁ってるかな。ではいただきます。柑橘系の匂いがしますね。ではいただきます。ちょっとあの皮が入ってるのかな、苦味を感じるのはこの苦味はアルコールか、違うよな、なんかオレンジは渋みなのかな、やっぱりつけたやつだからがあれなのかな、なんかすごい飲みづらい、もう果実が強調してる、うん、甘いんだけどちょっと刺激がそんな、何なんだろうな、このオレンジが主張しすぎてんのかな、あーなんか微妙に甘いこちらの商品はね、同社独自のマイナス196度製法によるオレンジのつけたオレンジをつけたお酒とあの果汁をダブルで使用しました。またアルコール度数を 9% にし、力強い飲み応えを実現しました。パッケージは果実のイラストとしっかり果実化のアイコンで中身の特徴を訴求しました、そういう商品です。つけた酒をあのオレンジと混ぜて、どっちがいいとかってあるのかな、なんかね、ちょっとあのアルコールのね、アルコールが悪いんじゃなくて、なんかつけたお酒なので、あの皮の匂いがプンと作ってくる、オレンジの、オレンジの、だから多分つけた酒が効いてると思うんだよな、オレンジのね、なんかオレンジの皮をギュッと絞ってアルコールにつけたようなお酒をチューハイにしましたというもの、この通りです甘いのが好きだったなっていう人にはちょっとおすすめしないかもしれない、もうオレンジの皮ですからか、もうしっかりオレンジを味わいたいっていう方がにぜひね、飲んでいただきたいなと思います。あー効く3です。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば喜びます。ではじゃあね。